豊平区福住三条羊が丘付近、福住草園通りは、札幌市豊平区から、中央区に至る都市計画道路。区間により、北海道道八十二号、西のまこまない清田線、札幌市道、北海道道三百二十六号、草園停車場線になる。区間道路施設豊平区の起点から、北海道道八十二号、西のまこまない清田線となり、付近には、 札幌ドームがある。羊が丘通行店を通過して、農業、食品産業技術総合研究機構北海道、農業研究センター沿いを、月あたりまで直進すると、札幌羊が丘展望台への入り口があり、福獣草園通りは右にカーブする。西岡三条八丁目交差点から、札幌市道となり、隅川通には立体交差で接続する。このあたりから、 南区になり、札幌市営地下鉄南北線、隅川駅付近の高架下を抜けると、平岸通行点がある。札幌市立平岸中学校付近にある隅川橋を渡ると再び、豊平区になり、国道453号交点を通過すると、豊平川沿いの豊平川通に交差する。ミュンヘン大橋から再び南区になり、中南ふれあい橋を渡ると、中央区になる。 国道2 3 5号交点を通過すると、萌さんの東側山独沿いを通る。北海道道453号、西の白石線交点には、札幌市電の電車事業所前停留場があり、南一条通行点まで道路中央路面電車が走行している。西15丁目停留場付近には、NTT 東日本札幌病院、札幌一家大学附属病院、 中村記念病院が立地している。北海道道124号宮野沢北一、乗船公転からは、北海道道326号、草園停車乗線となり、周辺には北海道文化放送、北海道知事公館、北海道立近代美術館や北海道立、三岸幸太郎美術館が立地している。復獣総園通りは北五条、手稲通公が終点となるが、 そのまま直進すると、総園ハッサム通りや鉄鋼団地通に接続している。ほか、北海道旅客鉄道総園駅や、私立札幌病院があり、北海道道452号下市と札幌線まで接続している。注釈出店。ありがとうございます。